それでは日本共産党の小池晃書記局長をご紹介いたします。こんにちは。ご紹介をいただきました小池晃です。とってもいい天気になりました。しかしお集まりの皆さんはもう自民党はごめんだと怒ってらっしゃるんじゃないでしょうか。岩手さんもだいぶ怒ってるようで、レベル2まで怒ってるようですが、皆さん、いよいよ総選挙必ず勝とうじゃありませんか。比例代表で日本共産党と広げて高橋千鶴子さんを、そして比例でも岩手1区でも吉田恭子さん、どうかよろしくお願いを申し上げます。高橋千鶴子さんは先ほど斉藤新県議が東北の命綱と紹介されましたが、命綱という言葉がこれほどふさわしい人はいないではないでしょうか。災害があればすぐに現場に駆けつけて被災者に寄り添う、それだけではありません。高橋さん言ってます。被災者に大変だねで終わらせるわけにはいかない。制度が不十分であればそれを変える、それが政治の役割だ、私の使命だ。いいこと言うんですか。厚生労働員として医療介護年金に精通し、今訴えがありました障害者の皆さんに対する強制不妊手術という最悪の人権侵害について、国会として謝罪し賠償する法案、いよいよ週明けには実現にこぎつけています。今は国土交通委員として三陸鉄道や JR 山田線の鉄路を守れ、住民の足を守れと頑張っています。今度の選挙はこの東北ブロック定数が一つ減らされる、容易ならざる戦いです。しかし絶対に失うわけにいかない議席が高橋千鶴子さんの議席ではないでしょうか。どうか皆さん、比例は共産党、盛岡の隅々に、岩手県の隅々に広げに広げて、必ず勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。そして岩手1区は吉田比例代表予定候補として高橋さんを支えて東北を走り回って大奮闘しています。高校生までの医療費窓口無料化をと、子育て世代の皆さんと力を合わせて実現をいたしました。毎週金曜日には原発再稼働反対、原発ゼロにとデモをやっている。今度は国会で頑張ってもらおうではありませんか。そしてここ岩手県はもう一つ選挙があります。総選挙と同時に参議院の補欠選挙が行われます。秘書給与を騙し取った自民党の参議院議員の辞職に伴うものです。前回の参院選でもみんなで応援し、惜しくも議席に届かなかった木戸口英司さん、近々安保法制廃止も含む共通政策の協定書を取り交わす予定です。皆さん、岩手は県知事選挙でも力を合わせてきた特別な地域です。必ずこの参議院の補欠選挙でもみんなの力で勝利をしようではありませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。石破茂さんが新しい首相になりました。就任してまだ1週間も経たないのに、とんでもない連続手のひら返しではないですか。だって総裁選挙の時には国会の開き方について国民に判断してもらえる材料を提供するのは政府の責任だ、新しい総理の責任だと言ってたんです。本当のやり取りは予算委員会だとまで言ってたんです。
それなのに予算委員会を開こうとしていません。あっという間に解散総選挙、そんなに怖いんですかと言ってあげたくなるじゃありませんか。皆さん、大体能登では1月に震災が起こり、そして9月には豪雨が大打ちをかけ、被災者の皆さんは心が折れると言っている。ならば国会は何をやるべきか。解散の前に復興のための法整備が国会の責任ではないでしょうか。裏金金をどうするのか、これも手のひら返しです。最初は公認するのにふさわしい議論すると言っていたのに、わずか1日で撤回した。なんと全員を、裏金議員全員を公認すると言っています。とんでもありません。裏金議員というのは公認するかどうかが問題なんじゃありません。議員を続けること自体が許されないのではないでしょうか。新聞赤旗日曜版が石破派の裏金作りも今週号スクープをいたしました。ぜひご覧いただきたいと思います。これ石破派も裏金作りやっていたから、石破さんはひょっとしたら自分も公認できなくなってしまうと思って、みんなを公認しようと態度を変えたのかと言いたくなってしまいます。今までの保険証を廃止することについても、納得しない人がいっぱいいれば併用も選択肢としては当然だと言っても、納得してない人いっぱいいるんじゃないですか。ところが担当大臣、従来の日程通りに進めていきたいと言っている。つまり12月2日には廃止をしてしまうということ、とんでもありません。石破さんは言っています。日本を守る、国民を守る、地方を守る、皆さんまず約束を守れと言おうではありませんか。納得と共感の幻滅の内閣というのがお似合いではないでしょうか。自民党のパーティー券による裏金作りもひどいです。これはおととし新聞赤旗がスクープをした問題です。だから朝日新聞の川柳で言っています。赤旗に白旗あげる自民党と。でもまだ白旗上がってませんから、白旗あげるまで頑張んなきゃいけないと思ってます。今日日本ジャーナリスト会議 JCJ 大賞というのを赤旗が受賞する受賞式が行われます。皆さん、自民党に忖度をしない真正面対決の共産党の新聞だから、こういう役割を果たすことができるのではないでしょうか。大体国民には1円単位で税の申告と納税を求めておきながら、裏金議員は税金すら払わない、国民は増税、自民党議員は脱税、こんなことを許すわけにはいかないじゃないですか。誰がいつか洗いざらい明らかにさせて、諸悪の根源、企業団体献金をきっぱり禁止しなきゃいけない。ところが石破さんは真相解明もいたしません。企業献金やめようとも言いません。なんだかルールを守る党に生まれ変わるんだと言っています。ということは、今までの自民党はルールを守らない党だったということですか。皆さん、だったら生まれ変わるどころか、さっさと退場するべきなのではないでしょうか。こんな自民党に、こんな石破さんにつける薬はあるんでしょうか。ないという声もありますが、私はつける薬があると思います。特効薬は皆さん共産党ではないでしょうか。企業団体献金を訴え続けるだけじゃない、自ら受け取ってこない、この共産党で、比例は共産党で高橋千鶴子さん、岩手一区は吉田京子さんで、横浜政治の
大掃除をする選挙にしようではありませんか。大企業や大金持ちばかりが富を抱えるような社会でいいんだろうか。トヨタ自動車は昨年の利益が日本の企業では初めて5兆円を超えました。豊田章男会長の会長報酬は前の年から6割増えて16億円になったそうです。一方でトヨタの社員の賃金は 0.5% しか上がっていない。大企業はがっぽり儲けて大金持ちは左打ち場。これでは日本の経済はますます衰退してしまうのではないでしょうか。共産党は具体的な賃上げ、その方法を提案しています。大企業には539兆円もの溜め込み金があります。なんでそれをこのまんまにしておくのか。税金かければいいじゃないですか。例えば 2% の税率で5年間税金かければ10兆円の財源ができてきます。これを全部中小企業支援に使う、異次元の中小企業支援をやるんです。そして最低賃金を引き上げよう。これが共産党の提案です。岩手県は10月から最低賃金952円になります。昨年これ全国最低になってしまった。しかしオール岩手で再選させた達増知事が賃上げのために岩手県独自の中小企業支援もやりました。私は国会で鈴木財務大臣に地元岩手のこのやり方を学ぶべきではないか、そういう質問もしたんです。岩手労連などは物価高騰で生活に必要なのは時給1500円いや1700円だ、そういう数字も示して迫り、国がしました目安に9円上積みして952円、オール岩手の力で最低賃金最下位を脱出したではありませんか。しかしこれでもまだ不十分です。イギリスは時給2100円、オーストラリアは2220円です。しかも地域格差がある。東京と最低賃金時給で200円違います。年収で40万円も違います。これではどん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 みんな出ていってしまうではありませんか。最低賃金は全国一律の制度、そして中小企業支援とセットで時給はどこでも1500円以上に、これを実現しようではありませんか。そしてこの賃上げと一体にやらなければいけないのが労働時間の短縮です。日本は労働時間が長すぎる。ヨーロッパに比べて年間300時間も長い労働時間、その結果自由に使える時間が短すぎるんです。多くの女性は仕事だけではない、それに加えて家事の負担がのしかかり、睡眠時間は男性より少なくなっています。母の日のアンケートでお母さんたち一番欲しいもの何ですかと聞いたらば、その答えは一人になる時間だという答えだそうです。皆さんこれではいけません。賃上げと一体に労働時間を短縮して自由に使える時間をうーんと長くしてまいりましょう。1日8時間、1日7時間、週35時間働けば普通に暮らせる社会をご一緒に作ろうではありませんか。そうして税金の改革が必要だ。減税するなら消費税ではありませんか。コロナの危機が始まってから世界110カ国で消費税、付加価値税の減税が行われています。これを日本でもやろうじゃないですか。昨年10月からはインボイスなんて始まった。小規模事業者、フリーランス、みんな悲鳴を上げています。私鈴木財務大臣になんでインボイスやるんですかって聞いたんです。そしたら鈴木さんは複数税率の下で適正な課税をするためですと言いました。だから私言ったんです、
ということは今、みんな一生懸命税務署行って確定申告やってるけど、あれは適正な課税ではないんですか？そう聞いたらば、鈴木さんはより適正にするためですって言うんです。話になりません。大体誰も複数税率なんてやってくれと言ってないんですから、複数税率はきっぱりやめて、消費税はとりあえず 5% に統一して、インボイスは撤廃をして、そして消費税は廃止をする、それが一番いいのではないでしょうか。消費税の廃止なんてできるのかとご心配かもしれません。しかし消費税が始まって35年間、集めた消費税は総額539兆円、その35年間で大企業の法人税、大金持ちの所得税、613兆円も減っている。ならば大企業や富裕層にしっかり負担をしてもらえば消費税はなくせるではありませんか。安心できる医療や介護、暮らせる年金にすることも待ったなしです。ところが逆に選挙が終わったら75歳以上の医療費3割負担の対象を広げようと言っている。維新の会の総選挙政策では原則75歳以上はみんな3割にすると言って、とんでもありません。75歳になったらおめでとうございます、今日から医療は無料です、このくらいのことを言うのが政治の役目ではないでしょうか。高齢者の福祉が豊かだから子育て支援に回すんだ、そんなことも維新は言っています。しかし皆さん、高齢者の福祉は豊かですか？そんなことないじゃないですか。医療も介護もどんどん削られています。年金は暮らせない年金にされています。だいたい高齢者と子育て世代を対立させること自体が私は間違いだと思います。高齢者というのは生まれた時から高齢者だったわけではありません。みんな昔は若かったんです。そして若い人はいつまでたっても若いまんまでいるわけではありません。社会保障制度、医療、年金、介護というのは老いも若きもその人生を国が責任を持って支えるためにあるのではないでしょうか。財源がないというのであれば43兆円もの大軍拡をやめればいいのではないでしょうか。そして本気になって農業を応援する政治に変えなきゃいけません。米は国民の主食です。すべての国民が安心してお米を食べられる、当たり前のことだと思います。岩手県は一目惚れなど米どころです。ところがその岩手県でも米がないなんてことが起こった。一体どうしてこんなことになったのか。自民党政府が米を作るな作るなと減反を押し付けてきたから、需要が少し増えただけで店先から米が消え、価格が上がって消費者の米離れが進む、まさに悪循環ではありませんか。減反の押し付けをやめてゆとりを持った生産ができるように、価格保障や所得保障でしっかりと農家を支え、安心して米作りができるようにするのが政治の役目ではないでしょうか。米の生産と供給に国が責任を持つのは当然のことなのに、需給も価格も市場任せ、こんな自民党の農政では岩手から東北から日本から米作りがなくなってしまいます。国を守る、国を守るというのは農業を本気で応援する政治こそ必要なのではないでしょうか。どうか皆さん、比例は共産党と広げていただいて、岩手の日本の農林水産業を守っていこうではありませんか。ところが実際に予算を増やしているのは軍事費だけです。岸田政権になってからどん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 軍事費が増えて、ついに来年の防衛省の予算は8兆5000億円、3兆円もこの間増えました。3兆円のお金、
別のことに使えば何ができるでしょうか。高校の授業料を完全に無償化し、大学の入学金制度を廃止し、大学の学費を半額にし、そして小中学校の給食費を日本で無料にしてもお釣りができるんです。税金の使い方が完全に間違っているのではないでしょうか。でも小池さん、日本を守るためには仕方がないのかなとお考えの方もいるかもしれません。でも実際に今やろうとしているのは日本を守ることでしょうか。いや、集団的自衛権だといって、アメリカが戦争を始めたら日本が攻撃されていなくても自衛隊が出ていこうということをやろうとしているではありませんか。こんなことをやったらば日本が攻撃されることになってしまう。その証拠に今日本中の自衛隊の基地を強靭化するんだということが行われています。ここ岩手県でも滝沢市にある陸上自衛隊の岩手駐屯地、司令部を地下に移し、分厚いコンクリートの壁で覆って核兵器の攻撃にも耐えられるようにしよう、そんなことが計画をされています。皆さん、こういうことやってたら、たとえ基地は守られたとしても周りで暮らす住民の命は守れないと思うんです。でも小池さん、北朝鮮がミサイルを撃っている、中国が尖閣諸島の領海侵犯やっている、とても心配だ。その通りです。私たちは厳しく批判をしています。でも相手がミサイルだから、じゃあこっちもミサイルだ、そんなことやっていたらどん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 危険になるばかりではないでしょうか。じゃあどうすればいいか。東南アジアに学びましょうと私たちは提案しています。東南アジアでは二度と再び戦争はしないんだ、友好協力条約を結びました。そしてそれを東アジアに広げようと提案をしています。ならば憲法9条を持つこの国は真っ先にこの呼びかけに応えるべきではないでしょうか。私はテレビでこういうことを言うと、自民党の人は大体言うこと決まっています。小池さんが言うように外交は大事だ、でも外交には軍事の裏付けが必要ではないでしょうか。でもやってることは皆さん裏付けばっかりではありませんか。まともな外交やってないではありませんか。共産党はこの間努力をしてまいりました。志位議長がドイツ、ベルギー、フランスを訪問し、ウクライナ戦争をやめさせようじゃないか、和平交渉を始めようじゃないか、イスラエルのジェノサイドもやめさせよう、ユーラシア陸の東と西で軍事ブロックを強化するのはこれは反対しよう、核兵器禁止条約を実現し核なき世界を作ろうとヨーロッパの平和勢力左翼政党と合意をしてまいりました。でも皆さん、先日のあの自民党の総裁選挙でこういう世界を視野に入れた議論がほとんど聞かれなかったのではないでしょうか。それどころとは全く逆に自民党も維新も憲法変えろの大合唱をしています。共産党は野党です。野党だけれども世界に平和を訴え、世界に共同を広げる、そういう仕事もしております。皆さん、政治というのは一体何のためにあるのか、政治家というのは何のために仕事をしているのか。命がけの外交努力をやって絶対に戦争をさせない、それが政治家の役目なのではないでしょうか。どうか皆さん、党を作って102年間反戦平和を貫いてきた共産党、比例は共産党と広げて高橋千鶴子さんの議席を守り抜かせてください。岩手1区は吉田恭子さんで、戦争の準備を止めましょう、平和の準備を始める選挙にしようではありませんか。全国各地で豪雨災害が起きています。気候危機の深刻な影響です。岩手では沿岸漁業に、水産加工業にも大きな影響が出ています。特に全国2位のホヤ、宮古の鮭などに深刻な影響が出ている。岩手の漁師さんたちは海がおかしい、このままでは廃業だと
語っておられるそうです。水産業を守るための国の本格的な支援と気候危機への本気の対策が待ったなしではないでしょうか。石炭火力はやめましょう。省エネルギーを、再生可能エネルギーを、これが世界の流れです。その世界の流れから大きく遅れているのが日本です。そして再生可能エネルギーの導入を邪魔しているのが原発です。皆さん、東京電力福島第一原発の事故は未だに収束をしていません。住む家もふるさともなりわいも奪われた被害者の14年超える人生を取り戻すことはできません。世界有数の地震津波国で、その地震津波によって世界最悪の原発事故が起きたんです。日本ほど原発を作ってはいけない、持ってはいけない国はないと私は思います。女川原発の再稼働など許されない、廃炉にさせようではありませんか。メガソーラーではなく地域と共生できる再生可能エネルギーをやれば254万人の雇用を作ることができる。ここにこそ希望があります。どうかこの願いも比例は共産党と大きく広げてください。よろしくお願いを申し上げます。そして日本のジェンダー不平等も解決しなきゃいけません。法律で夫婦に同じ姓を名乗ることを強制しているのは世界で日本しかないんです。私は先日岸田前首相にもう一刻も早く選択的夫婦を実現すべきだと言いました。ところが岸田さんは国民の中で意見が分かれているからできないと言うんです。だから私言ったんです。今選択的夫婦別姓を求めているのは日本共産党の小池晃だけではない。日本経団連の徳倉正和会長も言っている。日本経団連の徳倉会長と日本共産党の小池晃が同じことを言うなんてめったにやるもんじゃない。国民の中で意見は分かれているどころか同じ方向をみんな向き始めているではないか。そう言ったら岸田さんは大臣席に座ったまんまで自民党の中で意見が分かれているんだよって言ったんです。これが本質なんですよ。戦前の家父長制みたいなのは未だにいいと思っている人たちが自民党の中にいてそれが抵抗してるんです。しかし皆さん、さまざまな意見があるからというけど、さまざまな意見があるから選択できるようにしようと言ってるんじゃないですか。同性のままでいたいという人はそれでいいんです。別姓にしたいという人ができないのが問題なんです。選ぶことができることができないことが問題なんです。選ぶことができなくて苦しんでる人がいっぱいいる。ならば苦しみを取り除くのが政治の役目ではありませんか。選ぶことができればとっても幸せになれる人がいるんです。幸せになる人を一人でも多く増やすのが政治の役目なのではないでしょうか。どうか皆さん、ジェンダー平等の日本を作るため力を合わせましょう。その願いも比例は共産党、大きく広げてください。どうかよろしくお願いを申し上げます。どうしたらこの政治を変えることができるのか。暮らしを押しつぶす大軍拡も、沖縄への辺野古新基地押し付けも、みんなアメリカ言いなりの政治がもたらしたものであります。日米同盟と言われると途端に黙ってしまう、指一本触れない、思考停止の政治から抜け出す時が来たのではないでしょうか。ブロック政治はダメだ。なぜ共産党は言えるのか。日米安保条約をやめて日米は対等平等の友好条約を結ぼうではないか。これを掲げる党だからです。暮らしを守る政治を、原発ゼロの政治を、なぜぶれずに訴えることができるのか。企業団体献金微体質問受け取っていない政党だからではないでしょうか。どうか皆さん、この自民党政治を終わらせるため、政治の中身を大きく変えるためには、それができるのは日本共産党だ。共産党の議席を今度は大きく伸ばしていただいて、市民と野党の共闘、新たな発展を実現していく選挙にしようではありませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。
裏金政治を終わらせるために企業団体献金は全面禁止しましょう。統一教会との底知れない癒着をきっぱりと断ち切りましょう。大企業や富裕層ばかりを優遇する少数のための政治から庶民や中小企業、農林水産業を本気で応援する多数のための政治に転換しましょう。戦争法を廃止して立憲主義を取り戻し、日米同盟絶対という思考停止から抜け出して憲法9条を生かした平和外交を展開しましょう。選択的夫婦別姓を実現し、同性婚を法制化し、多様な性の在り方を、多様な家族の在り方を認め合うジェンダー平等の社会を実現するために、どうかこの党を大きく伸ばしてください。よろしくお願いを申し上げます。最後にもう一度、選挙では比例代表、どうか比例は共産党、大きく大きく盛岡で、そして岩手県内全体に比例は共産党と広げてください。高橋千鶴子さんの宝な議席を必ず必ず守り抜かせてください。よろしくお願い申し上げます。そして岩手1区は吉田京子さん、どうか国会へと皆さんの力で送り出してください。参議院の補欠選挙では岩手県選挙区木戸口英二さんの勝利のためにみんなで頑張りましょう。どうかよろしくお願い申し上げます。最後に一言、今日はたくさんの方に足を止めていただきました。本当にありがとうございます。たくさんいらっしゃるので、新聞赤旗を普段お読みでないという方もいらっしゃるかもしれません。今日の私の話の続きはスクープ連発の新聞赤旗でお読みいただきますように心からお願いします。共産党に入ってらっしゃらないという方もお見えではないでしょうか。どうかこの際共産党にお入りいただいて、そしてみんなの力でこの選挙で共産党を大きく伸ばして日本の政治を変えるために力を合わせましょうと心から呼びかけさせていただいて、私の訴えといたします。どうも長時間ありがとうございました。どうかよろしくお願いを申し上げます。小池職局長の勇気と元気が湧く訴えでございました。参議院補欠選挙は市民と野党の共闘で木戸口英二さん必ず勝利させましょう。解散総選挙、比例代表は日本共産党、宝の議席、高橋千鶴子さんの議席必ず守り抜き、岩手1区では吉田京子さん躍進させてください。心からお願いを申し上げ、今日この場所からの日本共産党街頭演説とさせていただきます。最後までお聞き取りをいただき誠にありがとうございました。今日からあと何日もありません。必ず勝利するために頑張り抜きましょう。